鈴木近江は、日本のシンガーソングライター、モデル、ともみ鈴木としての活動後、現在、ソロユニットトモスとして活動、現在モデル事務所無所属、音楽家家庭に生まれ、14歳より、ギターや歌を始める。スクイーズ、UOM、ムーコバトモスなど、それぞれ短期間ながら様々なジャンルの作曲、作詞、音源制作、演奏活動に挑戦。 また知的障害者施設で支援員として従事していた。2005年音楽活動のためベルリン A 旅に出る。1年間様々な形でのライブや音源制作を行い、帰国後はアーティストサポートや CM 音楽制作とプロとしての活動の場に恵まる。様々な現場の体験からオリジナル楽曲を作ることに意義を持ち、2010年よりシンガーソングライターとして、 活動を開始、同年自主制作版、冬の朝を、ともみすずきとしてリリース。定期的なチャリティライブや、アート複合イベント、歌合戦など数々のイベント企画を精力的に行い、2015年、2016年には、代々木公園で行われる、フリーパーティー、ー春風に出演する。その後、アンサンブル作りの一環として、セッションを中心に活動を行い、 レコーディングメンバーを迎え、ソロユニットとモスとして、アルバム、太陽の声を制作している。また2015年より、モデルエージェンシーに、所属主に CM タレントとして活動。現在は、エージェント無所属。ありがとうございます。